みんなこんにちは。今回は静電気で楽しもうの最終回だよ。まず早速前回のクイズの答え合わせから。線香の煙が入ったペットボトルに静電気を帯びたストローを何本か入れて蓋をするとどうなるかだったよね。正解は2番、煙がなくなるでした。これは空気清浄機の一つの原理なんだよ。電気を帯びたストローが煙の小さな粒をくっつけてペットボトルの中の空気をきれいにしたんだ。静電気って身近なところで役に立ってるんだね。他にもどんなことができるの？それじゃあ今回は静電気でどんなことができるか調べてみよう。まずは1750年代にフランクリンが製作した静電気を利用したモーターを紹介するよ。これがフランクリンモーター。これはどうやったら回るの？ここに静電気をためたパイプを近づけると。わお！静電気の力だけで回った。これは静電気のマイナス電気とプラス電気の引き付け合ったり反発し合ったりする性質を利用して回っているんだ。静電気でモーターも作ることができるんだね。次はもっと身近な静電気を探してみるよ。まずはみんなの家にもあるこれ、ラップ。静電気の力で食器などにくっつけるよ。私はこれ、掃除用のモップ。これも静電気の力でゴミを引き寄せるよ。他にもコピー機にも使われているんだよ。コピー機のどこに使われてるの？ドラムという部分がコピーしたい内容と同じ形に静電気をとどめている。そしてトナーという黒い粉をかけると静電気があるところだけトナーがくっつくんだ。そこに新しい紙を通すとコピーの完成。静電気はいろいろなところで使われてるんだね。ところでカナッペ、静電気はいろいろなところで利用されているけれど危険な面もあるのは知ってる？うん、静電気が原因の事故があることは知ってるよ。燃えやすいもののそばで静電気が起こると引火して火事になったりするよね。そう、ガソリンスタンドでは静電気のせいで爆発が起きた例もあるらしいよ。なんだか静電気が怖くなってきた。大丈夫、そういう場合は静電気が起きないように対策をすればいいんだよ。どんなことをすれば防止できるの？静電気は乾燥していると起きやすいから。湿度を上げる。そう、それと電気が溜まりやすいものを知っておくこともいいよ。でも体に電気が溜まってると思ったらどうすればいいの？壁に触るといいよ。壁から体に溜まった電気を逃がしてあげるんだよ。でもプラスチックや金属の壁はダメだからね。なるほど、体に電気がたまらないようにすればいいんだね。さあ、ここでは今までの実験を振り返ってみよう。それではどうぞ。
回で静電気で楽しもうは最終回だけど、みんなは静電気についていろいろ分かったかな？大昔に発見された静電気、今でも身近なものに使われていたね。便利な面もあるけれど、一つ間違うと危険でもあるから気をつけてね。それでは今回はここまで。科学でワオ、また見てね。バイバイ。次回の科学でワオのテーマは VS 摩擦パワー、楽しみに待っててね。